てめえ親と女房殺したらしいな。死刑でも死ねなかった死に損ないってのは本当か。梶木さんは死刑執行が成立しなかった後、精神病院をたらい回しにされてきました。わしは世間に出たらあかん人間。秀丸が出会ったのは居場所をなくした者たち。話せこと話せ。事情を抱えてない人間なんていないからね。私の居場所はここしかない。私に家族はいません。やめや。何も心配することあれ。秀丸さんに助けられてきました。立ち上がる力をもらいました。梶木さん、だから秀丸さんにも生きてほしいんです。俺本当にここ出ていいのかな。うるさいって。ゆっくりゆっくりでいいよ。それでもダメだったら帰ってらっしゃい。心配ない。ここで出会い、ここで癒され、ここからまた旅立つ。閉鎖病棟それぞれの朝。グラッ！